お元気ですか、ボクシミです。今回は、プロ野球カード総集編、2回目でございます。今回は、ファイターズ以外の、プロ野球チームの直筆サインカードを紹介したいと思います。過去にもね、挙げているカードもありますが、その辺はご了承ください。まずはですね、1冊目でございまして、オリックス・バファローズでございます。阪急ブレーブス、オリックス・ブルーウェーブ、近鉄・バファローズも含まれております。これもね、結構貯めたなってね、思ったりはしています。ね、福本豊選手の直筆サインカード、これは嬉しかったです。多分日本代表にもね、選ばれたぐらいの力ね、あったと思います。で、初めてね、この近鉄バファローズのね、あ、さっきね、オグリビー選手の直筆サインカードも出ましたけど、ここでね、新たに2枚の直筆サインカードが出ました。で、こっからですね、千葉ロッテマリーンズに変わります。千葉ロッテオリオンズの時代も含まれております。こういったね、マスコットのね、直筆サインカードもね、あるんですよね。で、次はですね、東北楽天ゴールデンイーグルスのカードでございます。今はね、メキシコでプレーしている安楽投手の直筆サインカードもあります。で、この時はね、まだ今中日ドラゴンズに在籍している涌井投手もございます。則本投手がですね、これ結構なんか相性が良くてですね、確かね、ちょっとあんまり覚えてないですけどね、3枚ぐらいあったような気がします。で、次にソフトバンクホークス編でございます。南海ホークスや大英ホークスも含まれております。今ね、メッツでプレーしている千賀滉大投手でございます。はい、1冊目は終わります。次、2冊目参りたいと思います。次、2冊目でございます。福岡ソフトバンクホークスの鈴木でございます。懐かしい選手の直筆サインカードもね、用意しております。で、次は埼玉西武ライオンズ編でございます。西武ライオンズはね、だいたいね、当たりが結構あったと思います。で、こっちね、太平洋クラウンズ時代のね、ライオンズ、あ、ごめんなさい、太平洋ライオンズ時代のね、これユニフォームだと思います。あ、西鉄ライオンズかな、間違ったらごめんなさい。で、次にセリーグに参ります。東京ヤクルトスワローズでございます。これは田口投手です。かつて巨人にもね、在籍してた投手でございます。で、こっちがね、阪神タイガース編でございます。
で、この選手がね、あの中野選手でございます。WBC ね、侍ジャパンにも、出ました。はい、2冊目終わりたいと思います。次、3冊目参りたいと思います。はい、3冊目でございます。阪神タイガースの鈴木でございます。で、読売ジャイアンツはこの1枚でございますが、現役選手はですね、なんか契約の問題でね、ないみたいでございます。なんか、その代わりね、OB はね、どんどん、あるみたいですよね。で、次ね、広島東洋カープでございます。広島東洋カープも、OB も含まれております。で、こっちからね、中日ドラゴンズ編に変わります。で、こっからね、横浜 GMA ベイスターズでございます。太陽ホエールズや、横浜ベイスターズもね、組まれております。で、こっからですね、メジャーリーガーはね、1枚持ってまして、プロ野球選手以外の直筆サインカードね、紹介します。これはね、プロレスラーでございまして、バスケでございます。で、こちらね、大相撲力士でございます。で、カーリング選手でございまして、J リーガーはね、唯一1枚持っております。はい、3冊目が終わりました。次、ラストの4冊目いきたいと思います。はい。この4冊目でラストでございます。こちらね、レスリングの選手で、永田勝彦選手でございます。ちなみにお兄さんがね、新日本プロレスの永田裕二選手でございます。こちらがね、フェンシングの選手でございます。で、柔道の選手で、卓球の選手でございます。はい。で、このマラソン選手で、プロレスラーで、相撲取りで、これが格闘家でございます。で、こちらね、ラグビーの選手でございます。で、ラストはですね、今も現役な、2人のね、レジェンドの直筆サインカードでございます。はい、失礼しました。こちらにもね、こちらは、スキーの選手でございます。これからね、もっとどんどん増やしていきたいと思っております。はい、以上でございます。次はですね、女性アスリートカードでございます。女性アスリートカードはね、今のところ女子プロレスラーのね、カードが多くなっておりますが、よかったら見に来てください。
はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。